Hawks Information。 こんにちは。 Hawks オフィシャルメディアレポーターの加藤和子です。この時間は Hawks Information をお届けいたします。さあ、いよいよ夏休みに入りました。まずはこの夏をドームで楽しく過ごしていただくための情報をお届けいたします。ハニーズの皆さん、お願いします。こんにちは、ホークスオフィシャルダンスチーム、ハニーズです。夏ワクワクホークスセット券で今年の夏は遊びも野球もお得に満喫しませんか？7月25日から9月2日にヤフードームで開催される指定のホークス戦16試合のお好きな試合、A 指定席引換券とレジャー施設や映画館、レストランなど提携先10施設でお使いいただける施設共通引換券がセットになったチケットです。平日は3,500円、土日は4,500円でお求めいただけます。施設共通引換券はチケットを購入してから9月30日までいつでもご利用可能です。対象日程と提携先の詳しい情報はホークス公式サイトをご確認ください。私たちと一緒にヤフードームで応援しましょう。ハニーズの皆さん、ありがとうございました。それではおさらいです。夏ワクワクホークスセット券はヤフードームで開催されるホークス戦の A 指定席引換券とレジャー施設や映画館などのご覧の提携先10施設でお使いいただける施設共通引換券がセットになって、平日は3,500円、土日は4,500円となっています。チケット特典内容の詳細、購入方法などはホークス公式サイトでご確認ください。さて、続いては若鷹情報です。7月18日、ホークス入団6年目のリ・トゥーシェン選手が初本塁打を放ちました。記念すべきホームランの映像と喜びいっぱいのインタビューの様子をご覧ください。最高ですね。本当に良かったです。チームの人ほとんどが泣きそうになったって言ってましたけど、本当ですね。もう打席立ってて周平の応援本当にいつも聞こえてますね。本当に良かったですね。お立ち台どんな気分でした？本当にあんまり本当に覚えてないですね。もう本当に緊張しすぎてです。本当に良かったですね。まあそうですね、これでその後半戦でもそのチームに貢献できるように、まあ、頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。リ・トゥーシェン選手の表情いかがでしたか？また8月1日にはウェスタンリーグ公式戦がヤフードームで行われます。時代を担う若い選手たちにヤフードームで熱いご声援をお願いいたします。観戦チケットはヤフードーム窓口ほかご覧のところでお求めいただけます。さて、お送りしましたホークスインフォメーション、そろそろお別れの時間です。またこの番組はホークス公式サイトでもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。